義手四十七図、血の和助常成、なり血の常成、なり元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤浪士四十七氏の一人、通称は和助。漢文七年、三正国津山藩森家家臣の血の武助乗船の次男として津山に生まれる。母は津山藩森家家臣、富田家平の娘。父、乗船は天長年、藩主。 森長岳の長身横山行部衛門が津山藩政において戦を極めていた際に森長岳に藩の参上を訴え出たため追放されたという。なお、阿公浪士の一人である神崎則安も津山藩森家の浪人であったが、神崎もこの時に追放されたという説がある。その後、この常成が張馬国阿公藩主浅野長則に拾われて再始館できた。 元禄十年頃から、赤黄藩の書き留めに、名が見えるのでその頃の士官と見える。赤黄藩内では横目五両三人淵役両五両で、あり、不代の進化ではないので、最も身分の軽い藩士の一人であった。しかし、武術の達人で、自願流居合をよくしていたという。また、後平邸内入りの際には、弓で戦っているので弓も得意だったと思われる。 元禄十四年三月十四日に、主君、浅野長典が、良義中に人情に及んだ際には、赤穂に会った。すぐに、大石義雄の名役に加わり、母は、美正家の実家へ、妻とと生まれたばかりの子、血の井の吉は、赤穂に残した。元禄十五年十月四日に、大石義金に従って、江戸へ下校。 江戸では、柴玄介町の磯貝正久宅に同居していた。平定内入りの際には、裏門隊に属し阪急で戦った。本会後、水野忠之の屋敷にお預かりとなり、元禄十六年に、道家家臣地下又蔵の解釈で切腹した。去年三十七。主君、浅野長典と同じ江戸の高輪船学寺に葬られた。法名は、破京奇心寺。 廃人としての才能もあり、励みねという画語を持つ。千学寺の僧、白明から、自生の苦を所望され、天の外は荒地なちぐさたに、本作のべにかるると思えば、世や命先やにかかる世や命を残している。なお、赤を藩士でうち入りを前にして自害した、茅野の真は、血のとは関係はない。しかし、名字の読みが同じ、かやの、なせいで、二人は、兄弟で、 自害した三平の無念は弟の和助が晴らしたなどという事実と異なる逸話が残っている。ありがとうございます。